セルビスチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、平野達也です。今日はですね、後ろに見えるのはこちら、ベオグラードレッドスターというベオグラードのサッカーチームで去年1位だったんですけど、そちらのスタジアムに来てます。で、ですね、すいません、今日クマがひどいんですけど、昨日寝てなくて、昨日ちょうどモンテネグロで、サッカーチームを経営している大迫さんという方に連絡をいただいて、ここのベオグラードレッドスターのチームの、下部組織、2部なんですけど、そこで日本人の若手が練習しているということなので、行ってみたいと思います。じゃあ行ってみましょう。ベオグラードレッドスターズベズダと書いてありますね。ズベズダのサポーターが落書きしたんでしょうね、これは。ではスタジアムの周りを歩きながら練習グラウンドまで行ってみましょう。お、走行車がありますね。これは日本ではない景色ですよね。地面は先日降った雪がまだ残っています。こんな感じです。これ中身はもちろん入ってないと思うんですけど、生で見るとすごい迫力です。これ画面で伝わるかな、このデカさ。右は戦車ですね。で、この戦車砲の向き見てみてください。僕がいる場所がこちらで、ズベズダのライバルチーム、同じベオグラードなんですけど、パルティザンというチームのスタジアムがこちら、そして戦車砲の向きがこちら。もう敵対心むき出しです。ちなみに去年2位のそのパルティザンには日本代表の浅野選手が現在も活躍中です。お、なんか書いてありますね。これは何だろう。ズベズダのステッカーでした。戦車にも貼ってある。雪がいっぱいです。こちらがスタジアム入り口です。で、ズベズダとパルティザンのベオグラードダービーはですね、毎回激戦になるんですが、サポーターもヒートアップしてたまに乱闘騒ぎになるんですね。で、昔は凍ったキュウリなんかをサポーターが持ち込んで戦ったらしいんですけど、今はこんな感じでピストルを持ち込み禁止みたいな表記がありました。まあ当たり前ですけどね。フェンスの穴からスタジアム内を覗いてみました。結構雪がまだ残ってますね。ライコ・ミチチという60年ぐらい前にズベズダで10年以上プレーをしたレジェンド選手の銅像です。ズベズダで572試合262得点という素晴らしい記録を持っています。で、こちらが隣接するカフェです。ちょっと寒いので中に入ってコーヒーでも飲みます。店内はズベズダカラーの赤で統一されていて、このカフェ内からこういった感じで直接スタジアム内に入ることもできるらしいです。はい、練習グラウンドに着きました。で、動画の初めにですね、ご紹介したモンテネグロでリアルサカツクをされている FK アドリアの大迫さんという、GM 兼コーチをされている方から、今回ご紹介する井口選手の、紹介インタビュー動画をですね、いただいたので、そちらと一緒に井口選手の練習風景をご覧ください。どうぞ。 FK アドリアの大迫です。井口選手に関して、彼はもともと日本で有名な選手でもありませんし、有名な高校でプレーをしていたわけでもありません。ただ高校の監督で私の知人がいるのですが、彼が言うにはなかなか出会えない才能を持った選手だと。ということで2年前にモンテネグロはアドリアの方に留学に来てもらいました。そこで私と監督のペイジャで毎日指導をすることができ、彼の才能に気づくのに時間は必要なかったですね。で、彼が特に持っている特徴としては、ボールを持って前を向いた時に持っているビジョン、オーラ、立ち振る舞い、ゴールから逆算したプレーっていうところは、やはり他の選手との違いを大きく感じることができました。ただこのヨーロッパのサッカー、ユーゴスラビア、モンテネグロが持っている勝負へのメンタリティ、勝負心、ハングリーな環境で自分が這い上がっていくんだというところのメンタリティっていうところが、やはり我々日本との環境とは大きく
違いがありますので、そこに対して毎日アプローチをすることによって彼が持っている才能をより能力として土台をつけるっていうところを彼自身理解をしてくれて、アドリアの留学から、ユースチームで1年間プレーをして、そのユースチームの中でも外国人として得点アシスト、1対1で負けないというところの評価を得て、トップチームモンテネグロの2部のカテゴリーで、コロナ明けでもありましたが、得点アシストっていう結果を残すことができて、やはりこのユーゴスラビア、モンテネグロという国で10代の子がこれだけの結果を残せば、大きなクラブが練習参加に呼ぶとっていうところで、偶然ではなく必然というか、彼が持っている才能が能力として変わり、今回レッドスターに練習参加することができました。ただレッドスターといえばセルビア代表、クロアチア代表、各国の代表選手が集まるようなビッグクラブです。その中で彼は2週間の練習参加を得て、結局のところ契約はできなかったのですが、日本人としての違い、他の国の代表選手との違いを見せることはでき、半年後にまた来てくださいというところで契約までは至らなかったのですが、このバルカン半島に、井口亮介選手という名前を知るきっかけにはなったとは思います。今後日本を背負うような選手になる可能性は大いにあり、そこに対して彼が向かっていくには、より強いメンタルをつけてチームのために汗をかける選手、結果を残せる選手になっていく必要があると僕は思っています。なので日本の皆さん、彼の、今後に期待しつつ応援していただければと思っております。以上です。はい、練習お疲れ様です。お疲れ様です。井口選手です。お疲れ様です。昨日も素晴らしいゴールでしたね。はい、ありがとうございます。ポジションはどこですか？ポジションは右サイドハーフ。右サイドハーフ、はい、で、今はおいくつですか？今は19歳です。19歳。はい。いつからモンテネグロに行きますか？モンテネグロは高校卒業と同時に来て、18歳の頃から来ています。おお。じゃあもう将来は日本代表を目指して。はい、頑張ってます。この後はモンテネグロに帰って、はい、そのモンテネグロのコムっていうチームに。そうですね、半年間プレーして、まあ、またここに戻ってこれたらなと思っています。そうですね、はい、去年レッドスターは1位でしたからね。そうですね、うん、ぜひまた待ってます。はい、はい、お願いします。じゃあご飯でも食べ行きましょう。はい、お願いします。どう、すごいでしょ？めっちゃすごいですセサー協会どうだった？めっちゃすごかったです。すごいよね、はい、あそこね。びっくりしました。で、あれ、モンテネグロとセルビアのそのサッカーのレベルってどんな感じ？はい、違いはある？そうですね、僕が10日間練習して感じたことは、やっぱり、まあ、技術、足元の技術はもちろんそうなんですけど、他には、まあ、全部スピードっていうのが一番違うなって感じて。どっちの方がレベル高い？セルビアの方が。あ、セルビアの方が高い。その足の速さとかじゃなくて、うん、サッカーのスピードだったり、考えるスピードだったり、パスの技術のスピードだったり、スピードが全部違うなっていうところ、そこがセルビアの方が断然上。そうですね、日本でも僕経験したことないぐらい。あ、そう。速く感じました、ね、セルビアは。はい、レストランに着きました。はい、今回は、はい、そのままうまくいけばプロ契約、プロ契約、もうプロなの？まあそうですね、プロ、はい、で、そのグラフィチャル、グラフィチャルじゃない、モンテネグロの、はい、チームのプロとして活動してる。そうですね。で、今回はそのトライアウトみたいな感じで、はい、
レッドスターの下部組織のグラフィチャーに来て、はいはい、でそのまま行けばレッドスターのチームにプロ契約、そうですね、はい、でその高卒でモンテネグロに来たの、はい、そうですね。なんでモンテネグロ？まあ大迫さんとつながれたっていうのが一番大きい。その FK アドリアのリアルサカツクしてる人、はい、そうですね。で大迫さんがモンテネグロに、最初僕もモンテネグロのこと何も知らなくて、まあ、でもとりあえず海外には行きたいと、ヨーロッパでサッカーしたいと思ってて、で大迫さんと話した時に、大迫さんの話聞いて、まあ、モンテネグロにとてもチャンスがあるなって思って。それはどういうこと、そのチャンスがある？まあ僕の今みたいに、僕モンテネグロでは2部のチームで今やってるんですけど、で結果残したってまあ言っても、シーズン半分のシーズンで4点しか取ってないんですよ。あ、でも4点取ったってすごくね。18試合で4点取って、でまあもちろん2部なんで4点ってまあ僕自身少ないと思ってるんですけど、その中で4点取ったことでセルビアの一番強いレッドスターから興味を持ってもらったってことで、まあ日本だったらまずありえないことだなと思って。ああ、なるほどね。そういうチャンスがいっぱいこっちはある。そうですね、やっぱユーゴスラビアはサッカーの文化がとてもある地域で。高校は何高校？高校は桃山学院で、大阪の。大阪のチーム、はい。でそのモンテネグロのチームで、はい、まあ、プロとして活動してて、はい、実際その契約金みたいのがあるの？そうですね。で実際その高校生で、はい、あのアルバイトしてお金稼ぐのと、はい、今プロとしてモンテネグロの2部チームでサッカーしてる、はい、どっちが稼げる？いや、まあ一緒ぐらいですね、一緒ぐらい、正直、はい。でこのレッドスターで契約すればもうドカンと金が上がる、はい、そうですね、面白いね。面白いですね。じゃあご飯を食べましょう。はいはい、ご飯が来ました。はい、ここの名物ペッパーステーキです。ちょっとそれ食べてみて、元気出るから。エグいっすめっちゃ美味しいでしょ。めっちゃうまいっす。このなんかステーキのソースみたいな、このペッパーステーキソース超美味しいよね。はい、めっちゃ美味しいっす。これで元気を出して、はい、またベオグラードへ来てください。はいじゃあがっつり食べて。はいはい、じゃあ今日の動画はこれで終わりです。ありがとうございます。またね。樋口くんはあのインスタグラムとかやってる？あ、やってます。やってる、はい、じゃあ樋口くんのインスタグラムを動画の概要欄につけておくんで、はい、皆さん見てください。がっつり食べたうまっ。Saula pa Kalabić. Sjajno Vidić za Gluščevića. Gluščević ulazi u 16-terac. Gluščević za Igučija. Igučić 1-1. Stiže grafičar do izjednačenja.